しまなみ海道の安全を守るため今日も働く人々がいます。橋を渡る人が安心して通行ができるように、しまなみ海道が開通して2020年で21年目を迎えましたが、完成するまでにはさまざまな問題に直面しました。風や潮流などの自然条件や行き交う航行船舶などの海峡を取り巻く厳しい建設条件など、しかしその厳しい建設条件を人々は技術開発と創意工夫により克服しました。そして今もしまなみ海道の安全を守るために働く人々がいます。島をつなぎ、人をつなぎ、安全をつなぐ。この番組はしまなみ海道を支えるために働く人々にスポットを当てました。私は今糸山展望館に来ています。ご覧ください。島々の自然美、そして行き交う船、そびえる橋が織りなす人工美、この素晴らしい景色をここからは眺めることができます。ケーブルテレビをご覧の皆さん、こんにちは。番組ナビゲーターの今治 CATV 永井さやかです。どうぞよろしくお願いいたします。そして番組を一緒にナビゲートしてくださる本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ今治管理センター保全業務担当の後藤副所長をお招きしています。後藤副所長、どうぞよろしくお願いいたします。後藤副所長はこのしまなみ海道を安全に通行できるように日々管理運用している本州四国連絡高速道路株式会社しまなみ今治管理センターの副所長です。2018年4月に瀬戸中央自動車道の管理を行っている岡山管理センターから現在の今治管理センターへ。今治へは1994年以来およそ24年ぶりの赴任となりました。前回の今治勤務の際は来島海峡大橋の最も四国本土寄りにある主塔の基礎とアンカレージの建設工事を担当されていました。後藤副所長は神社仏閣巡りとパン屋巡りが趣味だそうです。実はこのしまなみ海道は長い年月をかけて開通しました。後藤副所長は来島海峡大橋の最も四国本土寄りにある主塔の基礎、はい、そしてアンカレージの建設工事を担当されていたそうですが、はい、歴史を含めて開通まで詳しく教えてください、はいはい。私が今ご紹介いただいたようにですね、もう約30年前に、この来島海峡大橋の工事を担当してまして、ちょうど後ろに見えてますこちら側の主塔ですね、あの基礎をの工事をして担当してました。で、来島海峡大橋自体は今から約21年前に1999年に開通してるんですが、一番最初にできたのがですね、一番広島寄りにある大三島町、これが1979年の5月に開通してまして、もう41年になります。でその10年後にですね、博多大島大橋ができまして、今から約30年前、で約20年前の1999年に、来島海峡大橋ができたということでですね、もう全体ができて40年以上経ってますし、設計とか事業の計画を作るところから考えますとですね、もう50年以上前からこの事業が始まっているというふうに言えると思います。それぞれ開通の時期が違う、新しい橋から古い橋まで一気に完成したわけではないと思うんですが、
それぞれ管理や運営。そうですね、先ほど言いましたように、あの橋の、まあ、できた経緯も違いますし、協力形式も違いますので、まあ、それぞれあの管理の仕方っていうのが変わります。でやはりあの古い橋はですね、あのそれなりにもうかなり、返上が出てきてますので、塗装の塗り替えだったりとかコンクリートのまあひび割れが出たりもしてますし、新しい橋についてはですね、まだまだそこまで悪くはなってないんですが、やはりまああの日々の点検を怠らないようにしてですね、あの少しでも悪いところがあれば早めに見つけて対応するような形をとっております。実際に人が点検に行っている。はい、そうです。あのまあ、我々の仕事はですね、基本的にはあの橋を管理していく、まあ、道路を管理していくことなんですが、まあ、基本はもう人間が自分の目と手で、見て触って確認をするというところで、ただどうしてもあの手が届かないようなところとかは、カメラを使ったりとかっていったことをしておりますけども、基本はあくまで人間がやるということになってます。では皆さんの技術開発、そして創意工夫でこのしまなみ海道が開通したわけですね。はい、そうですね、あの作るときにはあの、まあ、いろんな技術をですね、あの、まあ、開発したりとか、でそこにいろんな方々が関わってですね、橋を作ることだけではなくて、橋の材料になっている鉄だったりとかセメントだったりとか、そういったものもすべて新しく技術開発をしてきて、こういった大きな橋ができてきたということになります。それとやはりまあ歴史的にですね、あの50年以上かかってますので、その間にかなり技術の進歩がございますので、同じようなまあコンクリートであっても鉄の材料であっても、やはり50年ないしはまあ30年ほどかかってますので、その間の技術開発をされたその時その時の最新の技術を使って作ってきたというのが実態ですね。じゃあ皆さんもそれを学ばれて。そうですね、はい、まあ、我々の方はあのあくまでも自分たちでこう現場の方の施工をするわけではなくて、事業者側ですので、まあ、我々の方で、事業の計画をして予算を確保して、でこういったところに橋を作るんですが、我々もそういったところ の, あの、まあ、勉強というかですね、新しい技術開発をやっていかないと、まあ、そういったところを使って施工業者の方にやっていただくことができないので、我々の方も勉強してきた ところがございます。またその管理になってもですね、あの、まあ、新しい橋の来島海峡橋ができても20年経つんですが、管理の方でもまた新しい技術開発がどんどん出てきますので、そういったことも勉強しながらですね、よりいいものを安くやっていけるような形を取っております。建設だけではなく管理の方も進歩しているということなんですね。そうですね、まあ、当然あの作る時っていうのはだいたい10年ぐらいで、まあ、橋ができるんですけども、管理というのはもうその後何百年も続くものですから、どちらかというとできたものをよりいい状態で保つということに心血を注いでいる形ですね。はい、いかがですか、実際に出来上がった橋を見られて。そうですね、あの、まあ、我々が作ってる頃はまだ当然橋はまあできてないわけで、あのこういったあの橋ができるということはですね、まあ、想像の世界だけだったんですが、実際に出来上がってみると、まあ、やはりこのしまなみ海道というかですね、伊予灘に浮かぶこの島々の中でこういったあの橋がですねできることっていうのは、すごく綺麗な景色を作ってるかなと思います。ただ、まあ、あの我々がこういう綺麗な景色を作るためだけに橋を作ったのではなくて、やはり橋というのは島と島をつなぐものでございますし、島と島をつなぐというのはやはり人と人、そこに住んでおられる方々をつなぐという意味でございますので、その単純にまあ橋で島がつながったということではなくて、そこで人と人がつながって、まあ、生活が便利になったとか、あるいはまあ病院とかそういったものがですね、すぐ使えるようになるという、まあ、生活の安全安心みたいなものを確保しているというところでですね、まあ、非常に美しい橋ではあるんですけども、そういった大きなまあ使命を持っているというところが特徴かなというふうに思います。この橋ができて私たちの生活、はい、市民の生活とても便利になりました。はい、でもその便利さ、この大事な役割を担っている橋を支えているのは人なんだなっていうのを、そうですね、今お話を伺って知ることができました。技術開発もされてますし、いろんなあの先進技術を使ってですね、まあ、ドローンを使ったりとか、高性能のカメラを使ったりはしてますが、最後の最後その点検した結果をですね、判断するのは人間ですし、その判断したものに基づいてこう直していくっていうのも人間の判断に基づきますので、やはり人間がベースになるのかなと思ってます。なので技術開発は当然していってますし、まあ、そういった技術を我々の方で吸収しますけども、やはり人の教育、教えていくっていうことも大事なことかなと思ってます。なるほど、はい、後藤副社長ありがとうございました。はい、新しい視点からもしまなみ海道について詳しく知ることができました。はい、さ
て皆さん、しまなみ海道はいくつの島を結んでいるかご存知ですか？そう、7つの島々を結んでいるんです。美しい島々とそれらをつなぐ橋が織りなす海の道、しまなみ海道。広島県尾道市と愛媛県今治市を結ぶ全長およそ60キロの道には自転車歩行車道も併設されていて、自動車だけでなく自転車や歩いてでも本州と四国の間を渡れる道として有名です。このしまなみ海道には10の橋があります。来島海峡大橋は吊り橋という形式ですが、これ以外にも多々羅大橋や生口橋などの社長橋、大三島橋のアーチ橋などがあります。吊り橋は見た目に優美で繊細な形をしていますが、構造的には非常に合理的な形となっていて、とても大きな橋を作るのに適した構造です。その特徴は何といっても海の上で綺麗な放物線を描くケーブルではないでしょうか。橋の大きさを比べるときは基礎などの構造物との間の距離で比較しますが、来島海峡大橋の主塔と主塔の間の距離は1030メートルもあります。ちなみに世界で最も大きい吊り橋が日本にあるのをご存知でしょうか。兵庫県の神戸市と淡路島を結んでいる明石海峡大橋ですが、主塔と主塔との間の距離はなんと1991メートルもあります。しまなみ海道に架かる橋は普段皆さんが街中で見かける橋とは違って、海を渡って島と島をつないでいる分、どれもとても大きくて複雑な構造をしているんですね。後藤副所長、ありがとうございました。ありがとうございました。お話を伺って実際に橋を間近で、さらに近くで見てみたいなと思いました。はい、ぜひよろしくお願いします。次回はしまなみ海道の橋の構造をそれぞれ一つずつ島を巡りながら詳しくご紹介していきたいと思います。次回もぜひご覧ください。